A wise man writes that a great discovery solves a great problem, but there is a grain of discovery in any problem. Or he writes that in order to solve this differential equation, you look at it till a solution occurs to you. This principle is so perfectly general thatNo particular application of it is possible. Geometry is a science of correct reasoning on incorrect figures. My method to overcome a difficulty is to go round it. What is the difference between method and device? A method is a device which you used twice.ある賢人はこう書いています。大きな発見により大きな問題を解くことができるよね。でもね、どんな問題の中にもね、小さな発見があるものだよと。大きな発見から大きな問題を解くこともありますが、しかしどんな小さな問題であっても丁寧に見ると何かの発見があるという意味です。ジョージ・ポルヤという数学者ですが、他にもこんなことを書いています。微分方程式を解くためにはね、その解決方法が浮かんでくるまでそれをじっと眺めていることなんだよ。幾何学というのはね、不正確な答えの上で道理を訂正するための科学なんだよ。困難に直面した時の私のやり方はね、その周りをぐるぐると回ることなんだよ。方式、つまりメソッドと装置、つまりデバイスの違いがわかるかな？方式というのは、あなたが二度使ったところの装置、つまりデバイスを言うのだよ、などなど。数学者の言葉です。理解するためには、高い知的能力が必要ということになりますが、これらの言葉を総合して私はこう考えます。そこに何かおかしいと感じたら、なぜそうなのか、その理由を繰り返し考えます。どんなに小さなことでも構いません。その小さな謎を解くことが時として大きな発見につながります。絵画というのは、言うなれば幾何学ということになるのではないでしょうか。道理に合わない幾何学でも、その向こうにその非合理を正す理屈があります。そしてその理屈を探す、それが答えです。つまりそれを繰り返してそこにある謎を解く、つまりおかしいと感じたら果敢なくその謎に挑戦していきます。それが私のやり方、つまりは林浩司の方式、つまりメソッドということになります。広志林ハママスリージャパン。今ご覧いただいているのはレオナルド・ダ・ヴィンチの年老いてからの自画像ということになりますが、その自画像の目の中には奇妙なものが描かれているのがわかります。私林浩司はその奇妙なものに気がつき、それを瞬膜と判断しました。瞬膜です。人間にもその痕跡らしい瞬膜、つまり瞬間に動いて目を保護する膜のことですが、人間にもあるということはわかっています。特に両生類、爬虫類、鳥類、それに哺乳動物の一部といいますか、人間以外の動物にはほとんどあるということが分かっています。その瞬膜がレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像の中に描かれていたというわけですが、その発見は神々の謎を解く大きなきっかけとなりました。で、
今日は小さな小さな謎から大きな大きな謎解きに挑戦してみます。きっかけは前回の勉強会においでくださいました KT さんからの一通のメールです。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるカーネーションの聖母と呼ばれている絵ですが、その絵の中に描かれている子供の目がどうもおかしい、だから調べてほしいということでした。で、調べてみるとですね、確かにおかしいです。で、今皆さんにそのカーネーションの聖母の中に描かれている子供の目を見ていただきますが、注意深くご覧ください。これがその子供の目ですけども、この目の子供の中にも瞬膜があるように見えますが、これほどはっきりしている、瞬膜というのはダ・ヴィンチの絵の中でも珍しいのではないでしょうか。目の中にあって目を保護する薄い膜ということになります。今黄色いラインでそれを示してみました。瞬膜ですね。向かって右側の左目にもその瞬膜があるように見えます。瞬膜というのは同時に動くわけです。先ほども言いましたように、ほとんどのと言っても過言ではないと思いますけれども、動物には瞬膜というものがあります。左上からサメ、カエル、ワニ、下へ来てフクロウ、そして猫、人間にもその痕跡があるということですが、しかしこの子どもの瞬膜は痕跡とはとても言えないものではないでしょうか。その瞬膜と同じものが、先ほども言いましたようにレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像の中にも描かれていました。この赤い枠で囲った目ですけども、向かって右側の左目の方が分かりやすいと思います。右目の方にも見えます。そこで左右を反転して比較してみます。目の中に普通ではない、ラインといいますか、瞬膜がある点に注意してください。私林博はこれを瞬膜と判断しました。つまりダ・ヴィンチは少なくとも人間ではなかった、あるいは人間とは違った種族の知的生命体であったということになります。で、左の子供の瞬膜と比較してみてください。同じであることがわかります。が、それだけではありませんでした。もう一度カーネーションの聖母の絵に戻ります。このカーネーションの聖母の赤枠で囲った部分に注意してください。一般にはイエスと呼ばれている子供ですが、その足には奇妙なものが巻かれているのがわかります。これは何かということですが、この絵だけでは判断できません。別の絵で検証してみますが、これは岩窟の聖母と呼ばれている絵です。ルーブル版です。この向かって左側の子供の体に注意してください。薄い皮がペラペラとめくれているのがわかります。つまり私は真皮がめくれていると判断しました。それと同じ真皮がですね、カーネーションの聖母の中にも描かれていたということです。さらにこんな例もあります。聖アンナと聖母子の絵ですけども、手前はモナリザです。モナリザの右手がですね、その前にいる子供の体の皮膚の下に潜り込んでいる点に注意してください。この子供もやはり皮がめくれています。つまり餌の子供であるということです。餌の子供です。その証拠がカーネーションの聖母の絵の中に残っていました。カーネーションの聖母といわれる
人物の胸のあたりを注意深くご覧ください。この赤枠で囲った部分ですけども、ここに血しぶきが表現されています。血が飛び散っている様子ということになります。この手法で描かれているのが聖アンナと聖母子の絵です。これらが血しぶきであるということは、聖アンナと聖母子の絵の中で私林博士が証明しました。これらが血しぶきであるということは、つまりただ単なる汚れではないということは、その血しぶきと思われる、赤い部分あるいは汚れの部分がですね、輪郭のところで止まっていること、そして服のですね、襟のところで止まっているところなどからそれと分かります。このカーネーションの聖母の中には、私林博士が発見した事実がいくつか織り込まれているということになります。そして聖母の目にも注意してください。一般に子供を食べるマリア、つまり聖母は目を伏せて描かれていると私林博士は判断していますが、このマリアはですね、少し目を開いています。で、その目を丁寧に見てみるとですね、どうやら縦線一本だけの目のように見えます。縦線一本だけの瞳ということです。というのも、同じような目をあのミケランジェロ・プラノルティがシスティーナ礼拝堂の天井画に描いているからです。左がシスティーナ礼拝堂に描かれているミケランジェロの絵です。この人物の向かって左側の目に注意してください。縦線一本だけの目です。つまりこのような形でレオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロはこの人物が人間ではない、つまりラム族の人間であるということを示しました。俗に言うレプタリアン族の、人間の目ということになります。それと同じ目がカーネーションの聖母の中に描かれていると私は判断しました。つまりここに描かれている聖母なる人物は少なくとも人間ではなかったということになるのではないでしょうか。で、結論ということになります。カーネーションの聖母です。そして私は手前にいる子供は餌のインフェント、子供であると判断しました。そして右にいるマリアはまさに子供を食べるマリア、魔女ということになります。で、その目に証拠が残っていました。はっきりは分かりませんけども、縦線一本ではないとも言えない、つまり普通の目ではないということで、ここに描かれている聖母なる人物は少なくとも人間ではなかったと判断しました。そして同じ目をですね、あのミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画に描いていました。縦線一本だけの目の人物はシスティーナ礼拝堂の天井画の中にもあちこちにあります。また注意してご覧になってください。それはともかくも、このような形でここに描かれている聖母は少なくとも人間ではなかったということになります。で、ダ・ヴィンチなる画家が描いた聖母はどの聖母も目を伏せています。あるいは黒くなっていて、その瞳がよく分かりません。なぜでしょうか。なぜダ・ヴィンチは聖母の目をしっかりとはっきりと描かなかったのでしょうか。その理由の一つが、つまりは聖母マリアは普通のという言い方は語弊があるかもしれませんけれども、人間の目を持っていなかったからということになるからではないでしょうか。小さな小さな謎ですが、大きな発見につながりました。
KT さん、どうもありがとうございました。Bye for now. I could step forward one by one in the labyrinth of mysteries, making a new discovery at each step. Today's discovery is this. Buddha had nictitating membranes in his eyes, along with Leonardo da Vinci. Here you see them in this video, which indicates thatBoth Buddha and Leonardo were modified hybrid human eyes. The nictitating membrane is a transparent or translucent third eyelid present in some animals that can be drawn across the eye for protection and to moisten it while maintaining vision.ブッダの目の中にも瞬膜がありました。ダヴィンチの自画像、さらにはダヴィンチが描いたと言われているセント・ジェロームの目の中にある瞬膜と同じ瞬膜がブッダの目の中にもありました。瞬膜、つまり目の中にあって目を瞬間に守る働きのある膜のことを言います。爬虫類のほかある特殊な動物の中にある瞬膜です。瞬間に動くから瞬膜と言います。つまり、ブッダとルネサンスに現れた1500年後のキリストが瞬膜を通してつながったのです。まさに神と仏がこうしてつながったのです。神は仏は一体となって私たち人間社会を統制し、指導してきたのです。それをこの動画の中で証拠を添えて証明します。広し林、浜松市、ジャパン。東京国立博物館に展示してあります、釈迦立像です。まさしくエイリアンの傑作ということになります。この目に注意してください。目を注意深くご覧ください。人間にはあるはずもない奇妙な第三の目が表現されています。ここが瞳のようですね。そしてこのまぶたを見てください。人間のまぶたとは明らかに違います。眼球はこの向かって右側の白い線です。
ブルーが瞳です。そして上下まぶたがそれを覆っています。アンドレア・デル・ベロッキョの描いたセント・ジェロームの絵と比較しています。左がベロッキョが描いたセント・ジェロームです。で、このセント・ジェロームについては何度も検証してきましたけども、まあ、エイリアンということになります。で、このセント・ジェロームの方にはですね、終幕は描かれていません。ダ・ヴィンチの描いたセント・ジェロームの方には終幕が描かれています。で、左の赤い点がこれが目尻、そして右の赤い点が目頭ということになります。で、この下のセント・ジェロームの、この部分ですね、これが何であるか、私には判断がつきかねています。下、まぶたなのか、あるいは別のものなのか、が、まあ、一見して、どうも人間の目とは違うという雰囲気です。で、まあ、上の方はですね、まあ、これは私は瞬幕と判断しました。いかがでしょうか。まあ、こうした瞬幕がですね、釈迦立像の方にはしっかりと彫り込まれているということになります。瞬幕について、もう一度説明しておきます。これはワニの瞬幕です。向かって左側の方が鼻です。ワニの場合は頭の後方部から前方部に向かって瞬幕が移動します。瞬間に動くから瞬幕と言います。今スローモーションでご覧いただいています。こうしてこの瞬幕が目を保護しています。人間にもその痕跡が残っていると言われていますけども、原則として人間には瞬幕はありません。で、これがレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と言われているものです。このレオナルド・ダ・ヴィンチの目の中にも瞬幕があります。注意深くご覧ください。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチの目の中には人間にはない瞬幕があるということになります。この今黄色い線で囲ったのが瞬幕です。目の中に目があります。注意深くご覧ください。つまりこのレオナルド・ダ・ヴィンチの絵もですね、2D の写真技術を使って作られた、まあ、自画像ということになります。これはレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされる、やはりセント・ジェロームの目です。このセント・ジェロームの中には、目が、いわゆる瞬幕が正確に表現されています。瞬幕の境目に注意してください。細かいブツブツまで表現されています。今この部分ですね。瞬間に動くから瞬幕と言います。まあ、写真技術を使わなければ、このような、まあ、絵は描けなかったということになります。下は、爬虫類の瞬幕です。境目がつぶつぶになってますね。そして、レオナルド・ダ・ヴィンチの自画像の両方の目と比較してみてください。これ向かって、左側の、右側の左目ということになります。まあ、つまり、ダ・ヴィンチの目の中には瞬幕が描かれていたということになりますね。で、もう一度検証していますが、レオナルド・ダ・ヴィンチの目の中には瞬幕が描かれていたということになります。注意深くご覧ください。500年間、誰も気がつきませんでした。この事実に500年間、誰も気がつきませんでした。ここに瞬幕が描かれています。で、この青いところが瞳であり、ブルーが眼球ということになります。ですから、この黄色い部分は、いわゆる瞳でもなければ眼球でもないということですね。向かって右側の左目はさらによくわかります。ここに瞬幕が表現されています。やはり、ワニと同じように後方部から前方部に向かって瞬幕が移動していたものと思われます。つまり、ダ・ヴィンチは少なくとも人間ではなかった。イコール、まあ、ハイブリッド型のヒューマノイドであったということになります。ダ・ヴィンチの自画像の左右の目をもう一度注意深くご覧ください。これがですね、まあ、ダ・ヴィンチがハイブリッドヒューマノイドであったという一つの証拠になります。瞬幕ですね。そして同じ瞬幕がですね、ダ・ヴィンチが描いたとされるセント・ジェロームの目の中にも表現されています。まあ、それについては何度も検証してきましたので、ここでは簡単に説明しておきます。瞬幕を確認してください。つまりこれがですね、少なくともレオナルド・ダ・ヴィンチなる
人物はですね、つまり1500年後のキリストはですね、少なくとも人間ではなかったという証拠になります。もう一度、この輪廻の終幕をご覧ください。で、終幕というのは、まあ、先ほどから説明してますように、目を保護するための第三のアイリッドと言われています。これが、レオナルド・ダ・ヴィンチが書いたとされるセント・ジェロームです。このセント・ジェロームの中には、まあ、正確に終幕が表現されています。この終幕の境目に注意していただきたいんですけども、よく見ると細かい粒々が描かれています。まあ、ちょうど今瞳を覆っていますが、その境目のところですね。つまり、こうして、まあ、ブッダと、セント・ジェロームと、そして、ダ・ヴィンチが繋がっていくということになります。下が、8類の終幕です。この、今、丸で囲んだ、この境目を見てください。正確に表現されている、イコール、上の絵も、やはり、写真技術を使って作られた絵ということになります。瞬膜を確認してください。これが瞬膜です。そしてそれと同じものが釈迦隆蔵の目の中に描かれていたということになります。下はダ・ヴィンチの自画像の中に描かれている瞬膜です。この瞬膜が決め手となりました。もちろん、by 林博士発見ですよ。この粒々に注意してください。正確に表現されてますね。つまり、下の絵もですね、繰り返しになりますけども、人間が手で描いたものではないということになります。これもその証拠の一つということになります。皆さん自身で確認してください。そして皆さん、これが事実なんですよ。林博士の思い込みや空想や妄想ではありませんよ。これは事実なんですよ。そこにある事実なんですよ。ということで、もう一度、瞬幕を確認してください。瞬間に動いて目を保護しています。繰り返しになりますが、瞬間に動くから瞬幕と言います。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチの目の中には、その瞬膜が表現されていたということになります。が、レオナルド・ダ・ヴィンチだけだったら、まあ、ひょっとしたら、ひょっとして間違っているかもしれないという可能性がなかったわけではありません。しかし今回、ブッダの目の中にも、その瞬膜が表現されていました。何度も繰り返しますが、ガンダーラ仏は、やはり 3D コンピューターテクノロジーを使って彫刻されたものです。その新たなる梵鐘ということにもなります。ダ・ヴィンチの目の中に表現されている瞬膜をもう一度確認してください。ここが今日の重要なポイントということになります。今日の結論ということになります。皆さん、これは驚くべき事実と断言しても良いと思います。釈迦隆蔵です。この髪の毛のパターンはミロのヴィーナスと同じです。それについてのビデオは何度も何度も発表してきましたので、ここでは省略しますが、この釈迦隆蔵そのものがですね、いわゆる神々、つまりエイリアンによって彫刻されたものだということです。その彫刻の中に、このような瞬膜が表現されていました。目の形も、まぶたの表現の仕方も、って言いますかね、まぶたも人間のそれではありません。この青い部分が瞳ということになります。そして、目頭って言いますかね、目の付け根に注意してください。まぶたが浮いていますね。で、同じまぶたをベロッキオがセント・ジェロームの絵の中に表現しています。左の絵もですね、
写真から作られた絵ということになります。その証明も既にしました。左の赤い点が目尻です。右の赤い点が目頭です。そして本来ならまぶたはこの左の赤い点に集中するはずですけども離れています。そして目頭もまあ人間風ではありませんね。そして上のブッダの目尻を見てください。瞬膜が表現されています。下の方の瞬膜は広く目を覆い始めている瞬膜ということになるのかもしれません。ともかくも同じ瞬膜が釈迦隆蔵の目の中にも表現されていたということになります。こうして皆さんいいですか？ブッダと1500年後のキリストとそしてレオナルド・ダ・ヴィンチがつながったのです。瞬膜を通してつながったのですよ。私たちを指導する神は仏は一人であったというその証拠にもなります。上が釈迦隆蔵の目です。左右の目です。そして下がレオナルド・ダ・ヴィンチの左右の目です。同じ瞬膜がこのように表現されていました。皆さん、これが事実なんですよ。この事実をどのように判断するか。それはこれからの問題ということになりますが、ともかくもこのようにして仏と神が瞬膜でつながりました。繰り返します。仏と神が瞬膜を通してつながりました。世界の神々は一つ、一人、一心であったということになります。つまりこれがこの動画の結論ということになります。じっくりと皆さん自身の目で確認してください。